こんにちは、グーモチャンネルのジュリジュリです。今日は懐かしい映像シリーズ道第4弾をお届けします。それでは始まります。スタートは時和通りの今治駅前東交差点です。左画面2007年の映像には2008年12月31日に惜しくも閉店になりました今治大丸が映っています。現在はしばっち広場に変わりました。左に映ってるのは伊予銀行。伊予銀行の角がどんどび交差点です。今治銀座の入り口も見えてまいりました。大きな木助のビルはなくなって今は居酒屋になっております。2023年の方が視界が広いですね。歩道橋がありません。2007年の映像、森みたいに見えるのは市役所前のロータリーです。2009年10月頃から撤去作業が始まりました。ロータリーがなくなることにより少しまっすぐに進めるようになってますね。こちらの歩道橋も今はありません。森見公園側にずれています。木々の奥には四国88箇所第55番札所南光坊があります。隣の鳥居は別府大山積神社です。歩道橋の横にありますのは別府小学校です。奥の方に小高い山が見えますが、あれは近見山です。キックボクシングの建物が青から赤に変わっています。2007年木々の向こうには今治市営プールがありました。2012年9月28日に廃止になっています。ここには今治市営球場もあります。2015年春リニューアルして新しくなりました。グーモチャンネル。ところ変わって大浜からサンライズ富山へ抜ける道です。クレーンが見えるのは造船所です。
サンライズ糸山が大きく変わっています。サイクリングターミナルサンライズ糸山前を通過中です。頭上に見えてきたのは来島海峡大橋へのスロープです。自転車の方や歩行者の方が利用します。2007年5月3日から2023年7月27日まで5929日の月日が流れています。約6000日の月日が植物を大きく成長させています。来島海峡大橋が見えてまいりました。トンネルを抜けるとそこはゴールです。来島海峡の絶景が見られるので最後までご覧ください。来島海峡大橋にやってまいりました。行ってみよう愛媛感動の地20選第1位、来島海峡。本日の動画はここまでです。いかがだったでしょうか。楽しんでいただけたかな。では次回の動画でお会いしましょう。またねー。